自民党は、今回午前、石破首相、森山幹事長、小泉選対委員長らが出席して、選挙対策本部を開き、いわゆる裏金問題をめぐり、10月27日の衆院選に向けて、12人を非公認とすることを決定、発表しました。すでに非公認の方針が示されていた、萩生田元政調会長や西村権経産大臣など6人に加え、新たに非公認となった6人は、いずれも旧安倍派の議員で、菅家一郎氏、小田原哲氏、中根一強氏、小津武雄氏、誉田健一氏、今村洋氏氏です。小津氏は次の衆院選には出馬しない考えを表明しています。なお、比例代表の議員については、今後の二次公認手続きなどもあり、今回は非公認決定が持ち越しとなりました。内閣総理大臣には、申し合わせの時間内で活発な討議が進められるために、ご発言はそれぞれ簡潔にされるようお願いいたします。また本日は、時間表示装置を使用いたします。表示装置は、発言者の持ち時間を示します。持ち時間が終了したときに、表示がゼロとなり、赤色のランプが点灯しますので、ご承知願います。なお、委員及び傍聴議員各位におかれましても、不規則発言等、議事の妨げとなるような言動は、厳に控えていただきますよう、ご協力をお願いいたします。それでは、国家の基本政策に関する調査を議題とし、討議を行います。野田佳彦君。立憲民主党の代表の野田佳彦です。石破総理、今日はよろしくお願いいたします。総理とは同い年です。1957年生まれです。総理は29歳の時に衆議院議員に当選をされました。私は29歳の時に県会議員に当選をしました。キャリアとしてのスタートは同じ年齢ですが、私が初めて衆議院議員に当選をしたのは93年でございました。もうその時は石破総理におかれましては、政治改革の旗手として、若手の論客として注目をされる存在でございました。私にとっても党派は違いましたけれども、ある意味リスペクトの念を持つ先輩政治家でありました。共に93年から94年の政治改革国会を経験をいたしました。忘れられないのは、94年の1月に最後の最後は細川総理と河野自民党総裁が万年筆を交換をしてサインを交わして、政治改革関連4法案が成立をしたということです。雪の降る夜だったと思います。6時間から7時間の長い議論を経た末に合意をしたんですね。私は政治というのは懸命に議論をしながらも最後は一致点を見出す、その原点を見た思いでありました。同じ経験を総理もされているわけです。共通体験だと思います。あの時の法律の柱は、一つは小選挙区比例代表並立制、もう一つの大きな柱は、国民の皆様からコーヒー一杯分と言ってましたけれども、お一人当たり250円を払っていただいて、政党の活動を助けてもらうという、政党交付金の導入、合わせて残念ながら不正の温床になったり、政策をねじ曲げたりする可能性のあった企業団体献金は廃止をしていくという方向、この確認があったと思います。確認はされましたけれども、企業団体献金については個人はもらえなくなっても、政党本部や支部はもらえる、あるいは今、形を変えて、政治資金パーティーという形で企業からたくさんお金をいただくということが一般的になっています。もう一回ですね、政治改革の原点に立って、政治資金規正法の見直しを行うときには、この企業団体の献金の禁止からスタートするのが、私は大事だと思います。総理のご見解をお伺いをしたいと思います。石破総理。代表とは本当に同じ昭和32年生まれで、同じように政治改革を体験をいたしてまいりました。代表のおっしゃいますように、あの時の政治改革の議論、本当に真摯なものでありましたし、
我々自由民主党はあの時に宮沢内閣政権を失い矢に下り、細川連立政権が成立をし、その経緯は代表ご指摘のとおりであります。私どもがあの頃考えておりましたのは、お金に左右されない政治を作りたいと思ってまいりました。ある程度民主主義にコストはかかります。それはどれだけかかるか、いろんな議論があるでしょう。ある程度のコストはかかる。それをお金持ちでなければ出れないとか、そういうことであってはいかん。国民の皆様方にご負担もお願いする、自らも努力をしてお金を作る、あるいは企業団体からいただく、そこにおいての考え方は左右されないということでございました。企業団体であっても、それが社会の構成員である以上、いろんな政治的な考え方を持つ以上、そこからお金をいただいてはならないということには相なりません。それは私ども35年前の政治改革大綱というのを自由民主党で決めました。そこにも明記をいたしております。大事なことは、誰からいくらもらったのか、どの企業からいくらいただいたのか、そしてそれによって政治が政策が左右されないかどうか、そのことをきちんと有権者の方々にお見せするということが必要だと思ってまいりました。政治資金規正法の趣旨はそういうことであったと思っております。きちんと示して、お金に左右されない政治ということで、企業団体献金というものはこれから先も認められるべきものだと思っております。しかしながら、そこにおいて御党にもいろんなご議論がございます。御党の中にも企業団体献金は必要だと言っておられる方がおられますね。そこについてはいろんな議論があります。大切なのは、そこにおいてお金によって左右されない政治を作るということは極めて重要なことであり、そこにおいて透明性がきちんと担保されるよう、これから先私どもも努力をいたしてまいります。野田芳彦君。透明性を大事にする、これは もちろん大事だと思います。で、私どもも企業団体献金は廃止するけど、逆に税制の優遇措置で個人献金は助長していこうという考え方で、献金全体を否定しているわけではありません。ただ先ほど申し上げたとおり、政治改革の原点は政党助成金、政党交付金を導入する代わり、企業団体献金は廃止の方向、この原点なんですね。で、今どうでしょうか。企業団体献金はもらいっぱなし、一方で政党交付金は、例えば自民党の場合は議員が多いから、令和6年だけでも160億円じゃないですか。160億円のお金をもらいながら、一方で企業団体献金もらいっぱなし、二重取りっていうのは、私は国民の理解を得ることは私はできないというふうに思います。透明性はもちろんですけど、原点に立ち返った議論をしてほしいというふうに思うんですね。で、今日は今、政治と金の問題からスタートしましたけれども、本当は党首討論っていうのは、対処交渉から内外、本当にさまざまな課題があります、外交、経済、大いに議論したいと思うんですけれども、我々が要求してきた予算委員会が残念ながら開かれないんです。どうしても私は裏金の問題は予算委員会的に討論しなければいけないというふうに思っております。そこはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。で、今日も大きな動きがございました。裏金議員と言っていいんでしょうか。いわゆる裏金議員、政治資金規正法上の不記載の議員の皆さんの公認するかしないかの対応です。先日夜総理が表明をされた方針というのは、すでに重たい党の処罰を受けている人、あるいは政治倫理審査会で出てきていない人、説明していない人、地元の理解を得ていない人、このような3つの基準の中で公認するかしないかを判断をするということでございましたよね。すでに重たい処罰の人とかね、あるいは政治人心出てこないで役職停止のような人、該当する人は6人だったと思います。で、今日加えて、地元での理解が進んでない等々で、新たに6人加わって、結局、12人が非公認ということになりました。で、相当程度非公認と、総理はおっしゃってたと思います。これ、相当程度非公認なんでしょうか。公認される人は30人超えるんじゃないですか。正確な日本語で言うと、相当程度が公認じゃないですか。もっと正確に言うと、大半が公認じゃないですか。私は
言葉の使い方、間違っているというふうに思います。しかも、公認するということは、重複立候補を認めるか認めないかということは別としてね、公認するわけですよね。お墨付きを与えるわけですよね。公認料を払うわけですよね。公認料は大体自民党どれぐらいでしょうか。1500万ぐらいですか。あるいは支部への活動費が出ますよね。500万ぐらいなんですか。それはさっき言った160億円の税金も関わってくるんじゃないですか、政党交付金も。脱税まがいのことをやった人たちに、血税が支払われるかもしれない。私は国民感情から到底理解することはできないと思います。ご説明をいただきたいと思います。石破茂総理。代表は本当に言葉を大切にされる方だということは長いお付き合いでよく存じております。裏金っていうのは私は決めつけだと思っております。それは不記載ということであって、つまり誰からいくらいただき、それをどのように使ったか、それの出入りがきちんと示されるということが重要なのであって、その記載をしなかったということであります。そのことは政治資金規正法が正しいという字を書くように、誰からどれだけいただいたかということをきちんと書くということは極めて重要なことなのであって、それを書かなかったということであります。不記載でございました。そのことは本当にお詫びをしていかなければなりません。でありますから、そこの当該議員はそれをきちんと正したということだというふうに承知をいたしております。そして今脱税というお話をなさいました。誰かがどんな脱税をしたかということが立件をされているのでしょうか。議員がどれだけの脱税をしたということが実際に立件をされ、つまりそのお金を税金を払うことなく自分のものとして使ったというようなことが立件になったりは一件もございません。従いまして、脱税ということは決めつけであって、私どもは政治資金規正法正しく記載しなかったということについては極めてよからぬことだと思っております。お詫びを申し上げます。そしてまた公認したではないかというお話でございます。それは最終的に主権者たる国民の皆様方がご判断になるということでございます。ですから私どもとして公認ということですから、代表のお言葉を使えばお墨付きということになるのかもしれません。そこにおいては本当に厳正な議論を経てまいりました。私も党をお預かりする者として長い間同志として活動してきた人たち、そういう人たちに対していろんな思いがございます。公認できないということがどれほど重いものであるかということはよく存じております。私自身今当選12回でありますけれども、2回無所属で戦いました。公認がないということがどんなにつらいことであるかということは百も万も承知をいたしております。そこにおいて公認しないという決断をいたしました。どれほど相当と判断をするかはそれは人によって違うのでしょう。ですけど私はできればできれば同志の人たち、国民の皆様方にお願いをしたい気持ちは山々でございました。しかしながら到底ご理解が得られない国民の皆様方のお怒りというものがそれほど強いものであるということを総理総裁に就任して以来本当に肌身に感じております。そういうことで大変つらい決断ではございましたが、公認しないという方を出しました。それが少ないとおっしゃいますけれども、それがどれほど厳しいものであるか、それぞれの人にとってどれほどつらいものであるかということはよくよく判断をした上のことでございます。最終的な判断は主権者たる国民の皆様方にお任せをいたします。しかし私はこれが甘いとかいい加減だとそのようなこと一切考えておりません。野田佳彦君。はい、私は脱税と断定した言い方はしていません。脱税の疑いのあるという言い方をしました。疑いがあるというのはきちっと政治資金として使ったか全部説明しきれてない人が結構いますよね。じゃあ疑いがあるじゃないですか。ある方はね、2800万円近くを机の中に入れていたって言うんです。使ってないってことじゃないですか。雑所得として考えられないですか。それは疑いはあるんです。いっぱい正確に私は言葉を使っているつもりであることはまずご指摘をさせていただきたいというふうに思います。
で、その上でですね、ちょっとじゃあ端的に聞きますよ。非公認で立候補された場合当選しますよね。追加公認されるんですか。石破茂総理。それは仮定のお話でございますが、主権者たる国民の皆様方が、これは憲法によって、すべての国民の代表者としてふさわしいというふうに、主権者たる国民の皆様方がご判断をされた場合には、それは公認するということはございます。野田佳彦君。かなり本音のお話であって、早く総選挙をやって、みそぎを終わらせて、早く要職につけようというお考えだと私は思いました。思いました。で、その上でね、よくよく考えてご判断をされたという今回のね、お話をさっきされましたけどもね、果たしてそうなんですかね。私にとっては2点、3点、右往左往しながら決めてきたと見えました。で、そもそも解散ありきでしたね。ご祝儀相場があるうちに解散すれば勝てるだろうという思いから早期解散を決めた。で、その上で、もともとの方針は、すべてのいわゆる裏金に関わったね、引き裂いですか、未記載の人たちを、要は全員公認する方針で、全員重複立候補させる、誓約書書かせる、それが最初の方針だったんじゃないですか、もともとは。ところが、本音をおっしゃってるんですよ、全国幹事長会議で、総理は。どうおっしゃってるかというと、どうすれば我が党が勝てるかを判断した。政治資金問題に対する批判は私ども思っているよりはるかに強い。要は、批判が強いから、厳しいような対応に見せているということではありませんか。どうぞ、お答えいただきたいと思います。石破茂総理。お答えを申し上げます。全員を公認するとか、全員を重複で認めるとか、あるいは誓約書を取るとか、私はそのようなことを申し上げたことは一度もございません。そういう報道が一部にあることは承知をいたしております。そういう報道が私であり、あるいは幹事長であり、選対委員長であり、今回の決定に関わった者、誰かがそういう取材を受けたというような事実はございません。そしてまたその報道には、石破茂総理、括弧自民党総裁というふうに書いてございました。私はそのような取材を受けたこと、一度もございません。従いまして、そのような報道というのは、それはどういう根拠に基づいて書かれたものかは存じませんが、そういうことは一切ないということを申し上げておきます。その上で、今代表がご指摘のような、自民党が勝つためにはどうすればよいかということは、党利党略だというようなお話かと思います。私は我が党が公明党と連立政権を組んで、このデフレを脱却するにはどうすればいいか、そしてまた、この激変する安全保障環境の中で、どうやって我が国の独立と平和を守り抜くか、さらには今回、代表も同じ日においでになりましたが、能登に行きました。あそこで被災者の話の方の話を聞いて、代表も多分涙されただろうと思っております。こういう方々のために何ができるかということを考えてまいりました。またこの後補正予算の議論があるんだろうと思いますが、私どもとして日本国を守り、国民を守り、そしてデフレを脱却するためには、私どもが政権を引き続き担わせていただくということが最も肝要であるというふうに考えておる次第でございます。したがいまして、今回国会を解散をし、正々堂々国民の皆様とご審判を仰ぐ、これが我々の姿勢でございます。野田佳彦君。最初申し上げたね、全員購入するかどうかっていう報道が流れたことは、これはご自身の考えではなかったと、それはその通りとして、じゃあ、お認めいたしましょう。ただね、先ほど言った全国幹事長会議の発言は、これは間違いのおっしゃった言葉ですから、これは報道だけではなくて、ご自身がおっしゃった言葉ですよね。じゃあ、選挙に勝たなければいけないという観点からやったとおっしゃった。で、これはね、いや、これ大事な話なんですよ。大事な話なのは、要は、ことのね、悪質度とか、
ということを関係なく決めているように聞こえるんですよ、これは。で、これは誤解を呼びますよ、間違いなく。ということは指摘をしていきたいというふうに思います。で、その上でです、10月1日に総理就任の時の会見で、総理は裏金、ね、いわゆる、また言っちゃいましたけどね、不記載の問題について、不記載、まあ、でも裏金って報道もみんな書いてるからね、言いますよ、裏金問題でね、裏金問題を新しい事実が出てこない限りは再調査しないと、10月1日にも言ってるんです、ずっと言い続けてますよね。でも新しい事実は次々出てきてるんです。あの北海道の堀井学さんは、まあ、前総理はね、あのいわゆる裏金を原資として違法なことは使ってないと言って違法なことを使ってたじゃないですか。これ新しい事実でしょ。で、今あの麻生先生もいらっしゃいますけど、麻生グループだって2012年以前はキックバックあったということも出てきましたよね。これみんな新しい事実で、しかも10月1日の会見の前の9月30日には間違いなく新しい事実が出たんですよ。それはね、何かというと、あの安倍派の会計責任者に対する有罪判決が出ましたね、有罪判決。で、ここでね、どんなことが判決の根拠になっているかというとですと、ノルマ超過分の還付継続について、清和県、これ、まあ、あの安倍派です、安倍派の幹部らで話し合われたと、そして判決文に出てくるんですよ。被告人は収支報告書の虚偽記入の前提となるノルマ超過分については、清和県会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあったと書いてあるんです。これは6月に彼が法廷で証言をしたときにね、2022年の4月に安倍元総理はキックバックをやめるようにと指示を出したと、それを受けて中止になったけれども、安倍元総理が残念なあのお亡くなりになってなられて、その7月だったんですよね、7月の後半に幹部が協議をして再開をしたということを法廷で証言しました。法廷で証言したことが、これ、事実認定されたんです、裁判所で。新しいファクトじゃないですか。これ以上のファクトないじゃないですか。裁判所で事実認定したんですよ。新しい事実が出てきたならば、再調査すべきじゃないですか。石破茂総理。ご指摘のように、裁判所においてそういう事実認定がなされたということでございます。そういうような認定に基づいて、判決が下されたものというふうに承知をいたしております。その事実につきましては、そこにおいて、裁判の過程において明らかになったということでございますから、そこにおいて事実が確定したということだと承知をいたしております。野田聖子君。新しい事実だと確定したとおっしゃいましたね。何度も何度も新しい事実ができたら再調査するとあなたは言ってます。再調査すべきじゃないですか。石破茂総理、そこにおいてはいろんな事実関係があるのだろうと思っております。裁判所においていろんな方の証言とか、あるいは捜査権とか、そういうものに基づいてそういうような判決がなされたものというふうに承知をいたしております。そこにおいて私どもとして有権者の皆様方に対していかなる責任を負うべきかということについては、党内におきましてもこれからまた議論の必要はございましょう。その点においてはこれから先再調査ということも、それは全く否定をするものではございません。そういう形で出たということ自体は厳粛に受け止めなければならないと思っております。野田佳彦君。言葉ぼかしてますね。いろいろな事実関係って言いましたね。新しい事実じゃないですか。これは事実じゃないですか。事実が出たら再調査すると言ったんじゃないですか。それをやるかやらないかを聞いてるんです。石破茂総理。党において誠実に、そしてまた綿密に今までも調査をいたしてまいりました。当然のことでありますが、私どもとして捜査権を持っているわけではございません。その中においてどうしても限界がある中で、最大限の努力は今までいたしてまいりました。そしてまたいろんな関係書類というものも
有効期限が過ぎた等々で、もはや確認のしようのないものもございます。その中で今まで最大限の努力をして調査をいたしてまいりました。今後ともそういう必要があれば、そういうことは否定はいたしません。野田芳彦君。今までも調査してきたというのは、2月までの間ですよ。それは安倍派、あるいは二階派に対する調査を第三者の方にも、ね、入れてやってきましたよ。でもね、それは2月までの話であって、新しい事実については何にも調査してないじゃないですか。だから再調査すべきだと言ってるのに、やろうとしないということがよく分かりました。よく分かりました。よく分かったということはですよ、これは再調査もしないでうやむやにして早く解散をすると、これね、裏金隠し解散じゃありませんか。じゃないですか。だってじゃなかったらね、党として再調査しないんだったら、ぜひね、会期延長して予算委員会開こうじゃありませんか。だってこれね、安倍派の幹部の皆さんは政倫審に出てきたんですよ。これね、裁判所で事実認定されたことと違うことを皆さんおっしゃいましたね。私は知らない、関係ないと。これは嘘だった可能性が十分高いんじゃないんですか。だらば党がやらないんだったら、予算委員会で承認喚問させてください。いかがでしょう。石破茂総理。予算委員会を開くかどうかは、いつにかかって国会がお決めになることでございます。内閣として予算案を提出をいたしました場合には、当然そのご審議を予算委員会においてお願いをするものでございますが、今代表がご指摘のような場合は、予算委員会を開くかどうかは国会における議論においてお決めをいただくことだと承知をいたしております。その上で、これは議論を先取りするようで恐縮でございますが、私としてこの能登半島で苦しんでおられる方々に、どうすれば本当に一番良い対策ができるかということ、これは憲法の規定に基づきましても、財政法の規定に基づきましても、それは財務大臣をお務めになり、そしてまた内閣総理大臣をお務めになった野田代表が一番ご案内のとおりでございます。こういう時のために憲法の規定に予備費というものがございます。予測できない事態が生じた場合、私どもとして能登半島の方々のこの困窮の事態を一日も早く改善をするために予備費を使って今回対応をいたします。その上で、これもまた代表が一番ご存知のとおりと思いますが、予算、補正予算の編成、そしてまたご審議を賜り成立するまでに大体2ヶ月というのが通例でございます。そうしますと、これはもう全部過去の例を調べてまいりました。2ヶ月はかかります。この予算編成はすでに指示をしたところでございますが、国民の皆様方のご判断を賜りました後に、補正予算の審議を賜り、早期成立を期し、そしてまた本予算、切れ目のない予算審議をお願いするということが、国家のために必要なことであり、国民のために必要なことだというふうに考えております。予算委員会を開くべきだというご指摘をいただきましたので、このようにお答えを申し上げました。野田芳彦君。予算委員会を開くか開かないか、国会に任せるみたいな話だね、お話ですけど、会期延長しなきゃできないんですよね。で、そこのところをちゃんと答えてないじゃないですか。で、また能登の話持ってきました。そちらからも反論する権利があるんで、それには私も答えたいと思います。当然、これは党首等のこれはルールだと思いますので、お答えしたいと思いますけど、私もずっと財政担当してきました。補正予算に2ヶ月かけるってのはそれ違いますよ。最初はね、災害は予見しがたいことですから、予備費を充てる、これ、憲法にも認められていることであります。これ、一般的です。だから1月1日の能登の大きな地震の後も、最初は予備費充てた、これはこれまでもよくあることです。だけどですね、阪神・淡路大震災の時も、最初は予備費充てたけど、ほどなく1ヶ月でほぼ閣議決定して、国会で補正予算成立させてるんです。東日本大震災の時は本当に大きな被害でした。あの時私、財務大臣です。最初は予備費当てましたけれども、
復旧復興に向けてのまず大型の補正予算を御党のご協力もいただきながら、これもほぼ1ヶ月作ってます。1ヶ月作ってます。で、熊本の地震もそうです。一般的には最終はね、予備費なんです。だけど、能登は2回、3回、4回、5回、6回、小刻みに使ってきて、今回7回目やろうとしてるんでしょ。補正予算は制度をきちっと設計して、雇用調整、助成金などどうするかなど決めて、まさに生活の見通しや事業の見通しが立つようにすることに補正予算の意味がある。2ヶ月もかからない、我々も協力する。だから会期延長して補正予算通そうじゃありませんか。石破茂総理。阪神淡路の時に極めて短い期間で補正予算というものを編成をし、そして審議を賜りということがあったことは確かに事実でございます。しかしそれは年度をまたぐという特別な事情もございました。そしてまたそれに限定した補正予算でございました。今回の補正予算はそれにとどまるものではございません。広く国民生活をいかに向上するか、このデフレの状況をいかに脱却をするか、そういうようなことをすべて盛り込んだ補正予算でございまして、阪神淡路の例がそのまま当てはまるわけではございません。私どもとして切れ目のない予算、そしてまたそれのご審議、補正予算があり、そしてまた本予算があり、切れ目のない予算執行、当然濃密なご審議を賜るものでございます。それが最も国民生活のためだ、国家のためだというふうに考えて、このようなスケジュールにいたした次第でございます。決して補正予算審議を逃げておるつもりは私はございません。それはこの予算編成の間に、これは能登だけに限定をしたものではございません。あらゆる方面に配慮をした補正予算を編成し、国会のご審議を賜りたいと考えております。能登を置き去りにするというつもりは全くございません。そのような言い換えなことを私どもはいたしません。野田佳彦君。一つの大きな災害で7つもね、予備費重ねる、予備費って要はその効果の検証できないんですよ。検証できないことを続けている異常な形だと思います。と同時にね、財政民主主義に反すると思います。こういう悪弊は断ち切らなければ私はいけないということを申し上げたいと思います。その上でまたじゃあ解散の話になりますけれども、今回ね、被災地行かれました、涙も流れる、そういう場面もあったと思います。あの被災地を見て選挙できると思いましたか。例えば輪島だけでね、土砂災害が60箇所あるんですよ。道路の寸断、交通止め、通行止め、40箇所あるんですよ。投票所、避難所にせざるを得なくなっているところもあるんですよ。大事なね、道路がなくなってしまって、海底の隆起したところに慌てて道路を作っているところもあるんですよ。で、そこが要は投票箱を回収したら、集票所に持っていくためのどうしても欠かせない道路、危なくてしょうがないと思いますね、電灯もない。あの場面を見るならば、到底選挙なんかできないと思うはずです。見てこなかったんですか、節穴ですか、その目は。失礼な言い方して申し訳ないけど、おかしいですよ、あれで選挙執行できると思ったんですか。私はね、今回、能登地域においては、投票時間短くするとか言って、なんとか対応されようとしている。私はそれでいいのかと思うんですよ。一番ね、訴えたい気持ちをある人たちが投票時間短くなる、期日前投票でやりにくいんじゃないんですか。それで民意を表すというやり方がいいんですか。そこまで急ぐんですか。ならば提案があるんですけど、繰延投票っていうのが今まであるんですよ、過去に。例えば東日本大震災の時には地方選挙を半年ずらしたんですよね。同じように過去に参議院選挙でも2回集中豪雨等があって、それはもう投票日近かったんだけど、一定の地域が繰り延べたってことがあるんです。むしろ通行止めとかなくなったりとかね、するような環境を整えて、
繰り延べ投票を認めた方がよろしいんじゃないですか。石破茂総理。予備費というものが代表がご指摘になるような財政民主主義に反するものでありとせば、なぜ憲法に規定があるんでしょう。なぜ財政法に規定があるんでしょう。それはそういう必要性があるからこそ憲法に規定があり、財政法に規定があるものでございます。それは執行しました後に国会に報告をし、そしてまた国会の了承を賜るということでございまして、私は予備費が財政民主主義に反するものだとは思っておりませんが、それがどのように使われたかということにつきましては、もっと私どもとして注意をすべきものだというふうに考えております。予備費の使い方が本当にそれでふさわしいものであるのかどうか、被災地の方々の生活の困窮を救うために本当に役に立っているものであるか、そして予備費と言いながら本当に自由に使えるようなものであるかどうかということについては、私自身かなり問題意識を持っております。これが財政民主主義に反する、そのようなことはございません。きちんと予備費の執行につきましては国会にご報告するということが法律の規定でございまして、財政民主主義に反するというご指摘は全く当たらないというふうに考えておるものでございます。その上で選挙の執行についてお話がございました。私は被災地の方々が本当にいろんな願いを持っておられる、代表に対してもそうだったでしょう、私に対してもそうです。これはこうならないのか、ああならないのか、そういうような切実なお声を聞きましたし、本当にあなた方は分かってるんですかというような厳しいお声もいただきました。そういう方々のご審判を賜るということも私たちは必要なことだと思っております。その上で今回被災地にそういう問題に通用いたしましたアドバイザーというものを派遣をいたしました。ここにおいて本当に投票が可能であるのかどうか、今の政治に対していろんな思いを最も持っておられるのはひょっとしたら被災地の方々かもしれません。そういう方々の思いが決してないがしろになることがないよう、この選挙の執行に関しましては私は責任を持って万全を期してまいります。野田義彦君。予備費の解釈で私はまた見解が違います。憲法に規定しているのは予見しがたい支出でしょ。1回目は予見しがたいんです。6回も7回も予備費使う、予見できてるんです。もう規制の事実があるんです。それを踏まえては補正予算で、私が申し上げているのは予備費の乱用は財政民主主義に反する、そこはぜひご理解ください。乱用してます。時間なくなってきちゃいましたけどね、本当は日露外交とかアベノミクスの評価とか行きたいんです。ただどうしても聞かなきゃいけない。石破グループでもあの政治資金のいわゆる裏金問題が、ね、あのこの間国会でも答弁されてましたね。複数の議員が関わっていたというお話がね、複数の議員で、これ構造的に言うと収支報告書を見るとね、あの2019年から2021年の3年間じゃなくて2016年からあるんですよ。政治団体からお金を、ね、パーティー券買ってもらう、その差があると、受け取った側とのずっと同じような額が続いている、6年のうち5回あるんです。でこれね、構造的についてというのは安倍派とか二階派の裏金問題と同じ状況なんですね。だとするとね、複数の議員の名前明らかにしてください。説明責任が必要だと思いますよ。どうせ小さなグループだったんだから分かるでしょう。それぐらい複数の議員ってちょっとこれも失礼な言い方だけど分かるでしょう。その人たちに説明責任を果たしてもらったら当然じゃないですか。石破茂総理。おっしゃいますように予備費の乱用というのは現に戒めたいと思っております。私の内閣におきまして代表がご指摘になりましたように予備費の乱用ということがないように厳に心がけてまいります。またお気づきの点があればご指摘を賜りたいと思います。あのどうせ小さなグループだったというその言い方は少しあのやや悲しいところがございますが、小さなグループでございました。
ただそこにおいて構造的に不正がなされたとかそういうものではございません。そういうお金を使って明らかにしないままに何か不正を働いたということではなくて、これは米は明らかにいたしません。それ必要があればまたいたしますが、それがことの本質に関わるものではございませんので、 A という議員、 B という議員といたしましょう。ある団体から A という議員が、 B という議員がその水月会の催し物をやるのでパーティー券を買ってくださいというふうにお願いをいたしました。 A、B それぞれにとってみれば規制の範囲内でございました。ところがそれを合算してみると規制を超えていた、20万円を超えていたというものでございます。そこにおいて何らかの不正があったとかそういうことではございません。単なる事務ミスだということで逃れるつもりはもうございませんので、そのことは事務ミスであれ何であれそういうことが生じましたことにつきましては心からお詫びを申し上げます。申し訳ございません。しかしながらそこにおいて何らかの不正が行われ、代表の言葉をいわゆるという言葉を使えば裏金化をして誰かが利益を得たというようなこと一切ございません。吉井香君、複数名明らかにしなきゃおかしいですよ。だって他の派閥の皆さんには説明責任果たせと言ってて、なんでご自身のグループはちっちゃいって訂正しますけどね、それね、おかしいですよ。ダブルスタンダードですよ。じゃあその複数の中に石破総理入ってますか、石破グループだった閣僚入ってますか。これは他の人の名前じゃないです。ご自身入ってるか入ってないか。石破茂総理。入っておりません。野田佳彦君。基本的には明らかにして説明責任を果たすように。どこの派閥もうっかりミスから始まったと言って結局裏金になってるんです。同じ疑いを持たざるを得ません。時間がなくなりましたからもう終わりますけれども、やはりトップ変えただけでは政治は変わらない。政権交代こそ最大の政治改革だと思いました。ありがとうございました。結論として、自民党が裏金問題を理由に複数の候補者を非公認とする決定は選挙前に内部問題に対処する姿勢を示しています。比例代表に関する問題が引き続き残されている中で今後の対応が注目されます。